行書の2行ですね、こちらを書いてみたいと思います。まず紙を半分ですね、ここぐらい半分かな、なるべく、ね、紙を踏まないようにするのにこちら折っておきます、ね、ここまでにだいたい4字、これよりちょっと下のかな、一応目安として、まず書くときに2行ものは真ん中半分に交互に書くというんじゃなくて、2行ものは真ん中より約腕1本か2本ぐらい右に書きます。で2行目も右に少し、そうするとこちらの速感が非常に書きやすくなる。半々で書いちゃうとどうしてもこの速感がこちらの本文とぶつかりやすいところが出てきます。それを防ぐために全体に右に少し軸をずらす。出来上がった作品も右にややずらした方が安定感が出ます。それでは行ってみましょう。まずはここですね、4字をだいたい書く予定で、ここがだいたい真ん中、そうするとこれが中心ですね、中心より少しこっち、ここに中心を持っていきます。それではやってみましょう。出始めと最後の字はちょっと一回り小ぶりに書くようにすると全体のまとまりが良くなります。ちょっと縦長の字が2つ続くんで、半分予定してたところにちょっとこちらの方に手本はなるべく曲がんないようによいしょ、ここまでいきますね。緑
続いて、2行目に入ります。2行目はなるべく1行目の空間、これをうまく食い込むっていうか、少しずつお借りして、その場所の間に入れていくと作品がまとめやすくなります。はい、それで今度は速乾の方を見ます。十分空間を利用して少し、行書ですから、勢いを良くして、その分かすれ、かぶりつが、出やすくなる。それとあとは行書の特徴として、筆を同じ筆圧で書くんじゃなくて、出たり出したり強く弱く、そういういろんな線を交えていくと、いい作品が出やすいです。それで引用してみましょう。こういったところが一番難しいですよね。この間に押すんじゃなくて、この上の点にちょっと引っ掛ける感じ、そういったバランス、そういう取り方で、押すといい品が良くなりますね。大体場所を決めたら、私はいつも下の方から決めます。優しく上から押してあげると細い綺麗な線が出ますね。やっ
ぱりこういう押し方はやっぱり作者の印を彫ってくれた人の思いをよく考えて、あんまりベタベタしないように。はい、これで完成です。この看護院普通押すんですけど、ちょっと狭いからどうかな、あんまり狭い時は、押すとにぎやかになっちゃうんで、すっきりあそこの辺は今回は押さないで場所を取っておきたいと思います。あと今この印の台使いましたけど、これがない方はこれぐらいの本を2冊重ねて、これを下に引いて、それで印を押していきます。その時に印が曲がってしまう、あんまり慣れてない方は先に印を押したものを用意します。これを押す前に置いてみます、それでこれぐらいでいいかなと思ったところで、ここにこことここを印を押せば、そんなに失敗はしないと思います。あと押した後は必ずティッシュでもいいし、半紙でもいいですから必ず置きます。これ結構折ったりした時ずれちゃう、ここが綺麗になくなっちゃうんですね、まあ大体これが作品の仕上げですね。